スパイダーマン、手を貸してくれるか。元からそのつもり。かなりひどい状態だ。あのデビルズブレスっていうのは一体何なんだ。科学捜査班が苦戦してる。ニュースだとオットーはここでデビルズブレスを撒いたんだよな。残留物がないか探してみるか。ボードに残留物がついてる。分離できるかも。AT リッチなリーダー配列、期待できそう。CPF-1 の改良型デビルズブレスだ。これで散布した経路を終える。痕跡が複数に分かれてる。正しいのはどれだ。暗闇の中歩いてるようなもんだ。痕跡が途絶えた。食料、薬品、その他の必需品は元から輸送している。輸送の問題は重大と見なすものとする。あのビルの上に続いてるみたいだ。痕跡が建物を転々としてる。あの通気口に続いてる。オットーはここで何を。絶対にこの辺にドアかハッチがあるはずだけど。雰囲気最高。どこかで明かりをつけないとな。明るくなあれ。おお、オットーはここで計画を立ててたのか。脱獄の混乱に乗じて移動したに違いない。オットーを駆り立てる怒りは神経インターフェースに増幅されてるけど、憎しみは本物だ。復讐のために街を破壊する気か。セーブルが使う装備の弱点も調べてたみたいだ。奴の顔で溢れている。奴はカメラに笑顔を振りまき、称賛を集めながらブーツのかかとで私をねじ伏せようとする。なぜ皆身勝手な奴を称賛する。あんな邪悪なクズをなぜだ。マスクの下に隠されたノーマンの本性を暴くことさえできれば。ライノか。僕の2番目に好きなロシア人。オットーが仲間にメッセージを録音してる。アレクセイ、私は長いこと君を観察してきた。世間は君を愚か者と呼ぶが、本当の君は詩人の心を持つ戦士だ。君の望みはそのバトルスーツから解放されることだろう。私の野望成就に協力すれば自由は君のものとなる。
マック・ガーガン、別名スコーピオン、またの名をクレイジーパンツ・マック・スコーピオンの借金を博士が帳消しにしたんだ。それに奴の毒を改良してる。しかも幻覚作用付き。こんなことは滅多に言わないんだがね、ガーガン君、君の借金返済は予想以上に骨が折れたよ。借金をした相手があんな面倒な連中だとはね。だが貯水池の仕事を終わらせれば、君が抱えている債務は全て帳消しになる。私は人を説得するのがとても得意なのでね。バルチャーのじいさん、バトル回数は歴代トップ。翼の動力源のせいで脊髄癌を患ってる。オットーは癌を治すための治療を開発してるのか。エイドリアン、己の手で開発したその素晴らしい翼が自らを追い詰めるとは、何とも皮肉だな。幸いにも君は私と手を組んだ。この仕事が片付いたら、私が開発した治療薬をやろう。その時までもう少しだけ辛抱してくれ、我が友よ。エレクトロ、ほんとテンション高いよね。エレクトロは純粋なエネルギー体になることを夢見てる。博士があいつの装具を調整して実現に近づいたのか。マックス、君の夢を聞いたとき、ついに行かれたかと思ったよ。純粋なエネルギー体だが、調査を進めていくにつれ、私たちの夢を同時に達成する方法を見つけた。約束しよう、全てが終われば純粋なエネルギー体になれるとね。もしくはそれとほぼ同等のものにな。これなんだろう。この地図で計画練ったんだろうけど、メモがない。何か見落としてるのかも。ブラックライト、うん、何も起きない。なんとかランプをつけないと。やったね。隠しメモか。オットーはオズコープの所有地を破壊するようヴィランに命令した。ノーマンの帝国を崩壊させる気なんだ。
ライノをスーツから解放する腐食剤を開発。どっかの政府が何年かけてもうまくいかなかったのに、オットーは数日で仕上げた。マーティン・リー、フィーストにいた時と同じ人とは思えない。オットーとリーは想像以上に長い付き合いみたいだ。いつから知り合いなんだろう。ああマーティン、この数週間オズボーンを狙っていたのが君だと気づいた時、私はショックで悲しかった。しかし状況が目の前で一変するのを見て私は心を打たれた。君は私が夢に描いていた大胆な手段に出てためらうことなく実行したのだ。君が示した真の正義への旅路に加われたことを誇りに思っている。スコーピオンは町の貯水池を毒で汚染する気か。これもオズコープの所有地だ。ライノの標的は海岸線にある施設。最初のターゲットと、もう計画の最終目標はオズコープ本社への直接攻撃。十中八九狙いはノーマン。エレクトロはオズコープ発電所を奇襲。なるほど。バルチャーはタイムズスクエアで一体何を。警戒しておこう。リーの狙いはデビルズブレスの解毒剤、イカロスを使えって書いてる。イカロス、これだ。こんにちはスパイダーマン。ちゃんと話をするのは初めてだな。私は夫オクタビアス。イカロスなんてないんだろ。そうだ、マーティンなら一人で解毒剤を手に入れられる。イカロスは君を釣るための餌だよ。餌だって。オクタビアスと組めてワクワクしてやるわ。バックアッププランのバックアップ登場じゃ。 MJ、 うわ、ピーター、大丈夫？何があったの？渋滞でさ、聞いて、リーが解毒剤を狙ってる。奴より先にデビルズブレスのラボを見つけなきゃ。今調べてる。市内の建築許可をチェックしてるから、ラボの記録があったらわかるはず。やったね。それじゃあ、また後でね、MJ! ワナミスったのか？弱ってはおる。プラン B と行くか。
変圧器の近くに来たらインパクトウェーブを使おう。一方通行だったなんてショック。疲れた格好よ。おるし運がいいの。あと一人だ。このダンスするの何回目だったっけ？10回？20回？一度でたくさんじゃ。今宵最後のワルスを踊るがいい。行くぞ。ガードが硬い。なんとか隙を作らなきゃ。おぬし運がいいの。
なってる。エレクトロは倒しといたよ。貴様はスパイダーマンか。そんなにこの町が大事だというならば、私と共にオズボーンの罪を暴いた方が利口だぞ。無実の人を殺してか。私なら電力を戻せた。あなたは病気だ。それでも構わん。ノーマンが報いを受けるまでやめるつもりはない。協力されると厄介だな。まずは息を整えて。何時？まずい。ユリに報告しよう。ユリ、バルチャーとエレクトロは片付けた。あと4人。見たわ。それとタイムズスクエアの屋上が爆発したのも、まさかあれあなたじゃないわよね。何でもお見通し。あれはオクタビアスの拠点。ヴィランを使ってオズコープを崩壊させる気だ。バルチャーとエレクトロは発電所を狙ったけど、スコーピオンは水処理施設を狙ってる。ライノは今のところ謎、海岸線ってことだけ。今はそれで十分。あなたはスコーピオンを追うんでしょ。ああ、町は崩壊寸前。飲み水まで失ったら一巻の終わりだよ。何か分かったら連絡する。ええ、お願い。